長以外の仕事が来た。誰？さあ早く走りましょう。私にお任せください。気持ちを打ち明けると心が落ち着く。シルクサンダー行きなさい。何すんのよ。さあ早く走りましょう。かしこまりました。それでみんなかかれ。シルクサンダー。よしよし、そらよっと。そんなに怒らないでよ。はい、こんにちは。この苦難は有効利用します。さあ練習通り覚悟はいいかし。誰？心臓の音がうるさいけど。この子たちはね、空から舞い降りし邪悪な怪物。そして私のだけなら。ご心配なく。準備は整いました。いつでも行けます。ラージ時間の自由を持てる常識だぞ。誰？かしこまります。私にお任せください。そんなに怒らないでよ。ラージズトメが自由を持っている。この苦難は有効利用します。ウサちゃんが1話、ウサちゃんが2話。君たち心地よい気持ちになります。何か聞こえる。秘密ってのはいつだってありきたりな言葉の中に隠れているよ。聞いてもらう。鏡の時期ですよ。行くから。うん。誰？早く走り。私にかしこまりました。気持ちを打ち明けると心が落ち着く。みんなかかれ。えいやあ、よしよし。こっちよ。さあ集中しましょう。気持ちを打ち明けると心が落ち着く。この苦難は有効利用します。そーら、シルクサンダー。おとなしくしてよ。過激な部署に飛ばされるのは勘弁だからね。